液体水素用、タンク液体水素とは、液化した水素のこと。沸点は低、摂五252.6度で、融点は低、摂五259.2度である。水素の液化は、1896年に、イギリスのジェームズ・デュワーが、初めて成功した。ロケットエンジンの推進剤として利用され、LH2 と略称される。液体水素。 燃料、液体酸素を酸化剤としたロケットエンジンは実用化された科学推進ロケットとしては最も高い肥水力を誇る。液体水素は非常に軽い液体でその密度は 70.8kg 立方メートルと重量エネルギー密度が最も大きい。従ってロケット燃料としては最も効率的である。燃料電池内燃機関燃料近年では JAXA や旧ソ連諸国の航空宇宙企業を中心として石油の代替として液体水素を燃料とする旅客機の研究が進められている。液体水素燃料を用いた旅客機は旅客機の飛行中には二酸化炭素を排出せず環境負荷が低いとされている。JAXA などが研究を進めるマッハ5クラスの超音速輸送機に搭載するための エンジンとして液体水素を燃料とするターボジェットエンジンに高温となった空気を燃料の液体水素で冷却する機構を追加した予霊ターボジェットエンジンの研究が行われている。前述の通り極めて大きな燃料タンクが必要となるほか飛行中の蒸発、極低温燃料の取り扱い、燃料供給体制の構築など解決すべき課題は多い。ありがとうございます。